皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのレトロで可愛いお花の描き方をやっていきたいと思います。こちらお花のポイントは、黒い線で描いたこの繊細な細い線がポイントです。こちらの細い線の描き方を今回はやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。では黄色いベースを塗った状態から始めていきたいと思います。こちらにお花を描いていきます。今回は親指のチップなので、お花を3つくらい入れていきたいと思います。大きさは調整しながら花びらを描いていきます。ではこちらをライトに入れていきます。はい、では次に黒の線を描いていきたいと思います。黒の線を繊細に描くポイントが、こちらのトップジェルを薄く塗ることがポイントになります。ではトップジェルを薄く塗ってから黒の線を描いていきたいと思います。トップジェルは本当に薄い感じで大丈夫です。では黒のジェルを使って描いていきたいと思います。まずお花の中心を黒く塗っていきます。次にお花の周りを描いていきます。トップコートを塗っているので、軽く線を引くだけで細い線が描けます。筆が滑るのでとっても描きやすいです。次に中心から外側に線を引いていきます。こちらも軽く筆を外側にシュシュッと描いていきます。とっても描きやすいです。
で外側からも線を引いていきます。ではこちらのお花も描いていきます。では中心の黒の色のジェルを引っ張っていきます。外側も線を入れていきます。3枚目のお花も描いていきます。こんな感じにできました。ではこちらをライトに入れていきます。では次に中心に模様を入れていきます。こちらのドット棒を使って入れていきます。ではグリーンのジェルをちょっとつけて、こんな感じにドットを、ドットの模様を入れていきます。ではライトに入れていきます。では次に縁をゴールドのジェルで囲っていきます。周りをゴールドのジェルで囲うことによってアートが引き締まった感じに仕上がります。はい、こんな感じに囲っていきます。ではライトに入れていきます。ではこちらをトップジェルで仕上げていきます。
今回もキャンジェルのノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。今回は細い線の描き方をやってみました。細い線で描くことによってクオリティの高いデザインに仕上がると思います。皆さんもぜひ試してみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録